司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。生前贈与をされて口約束でされる場合とかあると思うんですけども、それだとなかなか無理なので、やっぱり紙に残す必要があります。で、公証役場で公正証書で生前贈与の契約書を作った方がいいですかってご質問を受けることがあります。まあ費用対効果を考えると、まあ私文書、公証役場じゃなくて私文書で書いといて、ちゃんと印鑑をして訂正を整えていればいいのかなと思います。ただ贈与した日付っていうのが結構重要なんで、その公証役場で確定日付っていう日付だけをもらうっていう制度あるので、その確定日付だけ取っておいて私文書で作るっていうのが、まあ一番スムーズかなと思われます。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。